調査する、それから実際に作戦実行する前にはそのあたりを全部オブザーブ観察してるとかね、なんか映画作りと僕にとってはあんまり変わらない仕方をこうやってる。映画と同じですね。最後本番つってシュートするのが作戦やるのと同じわけですから、そういう具合に考えながらいたというのは事実あります。自分は作戦に参加したことは一度もないけれども、みんなが作戦に出かけるのを送り出す、そうするとあとはイマジネーションでハイジャックのプロセスはこうだ、それでハイジャックした飛行機の中ではこうだ、それでまたどっかの国に降りて投降するときはこうだっていうのも分かるし、大使館を占拠してこうなるだろう、最後はこうなるだろうというケースワークはいっぱいするわけですから、それはシナリオを何度も書き直すようなもんですね。ですからそういう意味では私自身は実行部隊に入ったこともないし、小さいディテールを最終的に詰める作戦部隊とは別行動を取るわけですけれども、私が映画を撮るならこう撮るだろうなって作戦についてもね、考えたことは繰り返しありますよ。それはイマジネーションの中と実際の中身終わった後仲間に聞いたら、イメージしたことと実行されたことの違い、こういうところはやっぱり実行ってのはすごいもんだと思ったりするっていうのがあります。